幸せな結婚祈ってます。決心したかね。はい、母のもとに帰ろうと思います。そうか。それからもう一つ残念なことがある。この6年間我々と苦楽を共にした高杉君が辞めることになる。今日の青森へ帰る。お母さんが病弱でどうしても帰ってほしいとおっしゃってるし、3年間待ち続けた青年もいるそうだ。私としても手放したくはないんだが、みんなも高杉君の将来の幸せを祈ってやってほしい。観光、小暮麻子の分まで幸せになるんだぞ。でないと我々がかけた手錠が浮かばれんからな。ありがとうございました。